こんばんは、りょうこの育乳のお時間です。本日は隣に住む30歳独身男性が犬を飼い始めた時に行うおっぱい挨拶です。それでは参ります。あ、田中さんお疲れ様です。あ、犬飼われたんですね。かわいい。うわー、ヨークシャテリアですか。あ、秋田犬なんですね。うわー、もうすごい元気いっぱい、かわいい。私肉球好きなんですけど、肉球ちょっと触ってもいいですか。 ありがとうございます。ほらもうプニプニ、なんで肉球ってこんなに気持ちいいんですかね。かわいいわ。私抱っこしてもいいですか。ありがとうございます。もうちょっと暴れん坊なんですね。わーかわいい。もういつもこんなに元気いっぱいなんですか。今日は珍しく興奮してるんです。もうやだやだ、もうちょっと空いてた。もう本当にこの子はもうねえ、本当もう女の子って好きなんですかね。もう可愛いんだから。終了です。このように隣に住む男性が犬を飼い始めた時、ぜひおっぱい挨拶を行ってみてください。それではまた月曜にお会いいたしましょう。ごきげんよう。登録してくださいませんか。登録お願いします。登録してください。